あとね、その、ユーラシア大陸、インド製紙由来の吹き出物とかの、なんか腫れ物みたいでしょ。で、実はそのインド製紙かかる前に、牛の精子かけられてるの。だから、ユーラシア大陸の下には牛の精子がある。で、牛の精子由来の、大陸、しかも大陸だなというか、そんなんがある。それも排除されなかったけど、まあ、それは多いよね。だから、地下世界に、ミノタウルスのそんなそういうことを言うみたいな。まあ、あれは発狂した牛の話だけどね。肉食が原因で、狂牛病なんですよ。ミノタウルスの伝説はね。で、まあ、牛の頭をした人間がおった。そうそう。だから、そのままその地底人になってるの。いてはんの。牛の腫れ物部分由来の人それはミノタウルスです。で、あと、昆虫由来じゃなくて、まあ、昆虫由来の部分というか、そうやね、昆虫由来の部分がインドア大陸なんです。で、トカゲという昆虫がいっぱいあるかじゃないかな。まあ、ナマズやったかな。ナマズの夫婦が、南極大陸です。夫婦ってどういったらなる。トカゲやったんかな。イモリやったんかな。まあ、そんな生き物の性質。イモリかな。けどし、イモリとヤモリの性質をかけられて、それを夫婦とかで消費してるかもしれないかな。それが南極大陸の二つのね、大陸で分かれてるというようなわけです。じゃあ、地球由来の、要するに、うちの奥の方からの吹き出物の部分って、本当に少ないと分かるでしょ。で、まあ、そんなの、まあ、バミューダはそんなあたりかな。4月の、中央アメリカの島のあたり。アメリカ大陸を嫌がった吹き出物。アメリカ大陸を排除するしようとする力が、実はバミューダ海峡あたりから吹き出ようとしてる。アメリカ大陸を滅ぼすのはバミューダ海峡なんです、実は。ほんで、まあ、ビガ海のね、割れ目は、アフリカの大地高台で上に乗っかってるものをごとパーと割れようとしてるでしょ。んで、だからうちの奥の方からの吹き出物だと、カナリア諸島とか、カナリアってまるで、アベっぽい名前やけど、カナリアっていうのはね。だけど、K から始まるので、ね、植物って言ってますからね。そやけども、カナリア諸島のところなんていうか、アルスメニア諸島って言ったかな。本当の名前は。宇宙由来の、まあ、日本列島よりも小さいはずやと思うんですよ。ね、確かに。本当に島。それとか、あとは、ムー大陸由来ではない島が、東南アジアあたりにある。まあ、火山性のね、例えば、まあ、ハワイとかね、あの東南アジアなんですけど、本当は。ハワイも、宇宙由来の部分。まあ、火山は地由来の部分です。大陸の下から出てくるからね。大陸陸の下から、火山ね。まあ、そんな感じで、まあ、本当に表面が、うちにとって本当に普通なら、まあ、病気を構成する場合はね、陸がね、火山が容赦なく噴火するということ。例えば、ユーラシア大陸を裁くために、日本列島の火山が全部噴火する可能性もある。そうしたら日本列島の住民が一番死ぬけど、でもユーラシア大陸を裁くために、ドドーンドーンって噴火するかもしれないけど、ユーラシア大陸の方でも噴火